アルノルト・ゲーレンはドイツの哲学者で社会学者。哲学の研究においては、ハンス・ドリーシュ、ニコライ・ハルトマンや特にマックス・シェーラーの影響を強く受け、哲学的人間学の代表的論者の一人とされる。ゲーレンの哲学は同時代の多くの保守革命哲学者に影響を与えた。また彼の仕事から広まった感覚的な過負可、脱制度か、 ポスト歴史などの多くの用語は、ドイツ国内で盛んに用いられた。当時作戦王国に属していたライプツヒに生まれる。後に軍人となるラインハルトゲーレンはいとこである。ライプツヒのギムナジウムを卒業後、書店や銀行で働いた後、ライプツヒ大学とケルン大学で、哲学、文献学、美術史、心理学などを学んだ。1930年に、 ライプツヒ大学の志向師となるが、1933年に国家社会主義ドイツ労働者等に加わり、ハンスフライヤーの下で働き、後にアメリカ合衆国に移住したパウルティリヒの後任としてフランクフルト大学に移った。1938年、ケーニヒソベルク大学の教員となり、1940年からはウィーン大学で教え、1943年に、 ドイツ国防軍に入った。第二次世界大戦後はドイツに戻り、1947年から1961年までシュパヤー大学で、1962年から1969年までアーヘン工科大学で教えた。また1960年代後半から起こったプロテスタント運動を鋭く批判した。1976年にハンブルクで没死した。 生物学者のルイス・ボルク、アドルフ・ポルトマンらから強い影響を受けて、哲学を経験科学として行うとし、主張、人間、その本性と世界における地位において、人間は他の高等哺乳類に比べて、寒さを防ぐけがもなく、驚くほど長い期間親に保護されなければ、生存できないという生理学的欠陥を有した、未熟な存在であり、その欠陥を補い生存するために自然を、 自身の生活に役立つよう作り変えるために文化を作り出さざるを得なかった欠陥存在であるとした。ありがとうございます。